どうも、ちょっと待ってくださいよ。こっちじゃないな。こっちじゃないですね。ちょっと待ってくださいね。どうも、あれですね。はい。はい。こっちですね。失礼しました。こちらで、ミニ TV 再放送、始まるよ。来ますかね。おっとっとっと、ちょっと失礼しました。よいしょ。はい、今ですね、ツイートが飛ばない状態になっておりますが、音は聞こえますでしょうかね。はい、というわけでございまして、ちょっと若干告知不足といいますかですね、実は2日前に、こちらの方でですね、再放送をする予定だったんですが、いろいろ、機材の関係だったりですね、いろんな関係で急遽本日6月1日にですね、再放送をさせていただくという形になりました。ちょっと告知不足すぎましたがね、どうでしょうね、まだどなたも見られてない感じがいたしますが、実はですね、 VR3 を使ってですね、初めての配信になるんですかね。はい、若干緊張していますし、画面が暗いような気がしますが、カメラもこちら初めての CX270 という、本当はね、2と7が入れ替わって720だと、最高なんですが、270ということで予算の関係でね、はい、ということでございまして、じゃあですね、あまりグダグダオープニングで喋ってもしょうがないので、はい、そろそろですね、再放送の方していきたいと思います。2012年5月9日にですね、配信いたしました。末広部長がゲストにお越しくださいました。ワノミン TV がですね、ちょうど5月9日が、ユーストリームのサーバーの方がですね、ロシアの方から攻撃されたということで、今日再放送という形になりました。それでは皆さん、再放送の方をお楽しみください。それでは、はい、どうも、そういうわけでございまして、皆様こんばんは、のみんでございます。
今日はこっちに向かって喋った方が、いいですかね。あ、またこん、あ、村川さん、こんばんはのみんです。ディスクなんで配信頑張ってねと。メルさん、やっぱユーストダメですよね。こんばんはのみんです。ありがとうございます。ユーストダメっぽいですね。困りましたね、これね。まあまあ、とりあえずちょっとね、ここであれしててもしょうがないんで、やってみたいと思います。どうもですね。これ音声確認もできないってことですよね。なかなか難しい感じでございますが、どこのカメラに向かって、ユースト用のカメラに向かって喋るべきか、それともツイキャスのカメラに向かって喋るべきか悩むところでございますが、加藤さん、こんばんはのみんです。どうもありがとうございます。そしてそして、こっちにどうすればいいでしょうね。そして、加藤さん、どうもこんばんはのみんです。はい、というわけでですね、ユーストリームが落ちてるという何とも言えない事態になっておりまして、まあしょうがないので、続けていきたいと思います。どうも、ワノミンの元店長兼 MC の、小橋でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなところに向かって言わなきゃいけない感じになっておりますが、非常にですね、暑くなったなと思ったら、今朝ですね、岡山は、雷がひどいことになっておりまして、でかつですね、そっからですね、どうやら、北の方、東の方へどんどんと、雷が行ってる。まだね、岡山県も雷注意報が、雷警報かな、なんか出てるみたいで、大気の状態が不安定になってるみたいですので、ぜひですね、岡山の皆さんも、そして全国の皆様もですね、雷には十分気をつけていただいて、あと、この間、筑波でね、竜巻ありましたので、竜巻もこういう大気の状態が不安定な時に起こりやすいということでございますので、ぜひこちらの方も注意していただきたいと思います。そしてね、朝夕まだまだですね、寒いですので、風なんかにも十分気をつけていただきたいなと思うわけでございます。今日どうしましょうね、これね、ツイートしたいんですけど、始まるよって言っちゃってもね、どこにツイートしていいやらっていう感じですよね。これね、本当悩むところでございます。始まるよ、始まるよだけど URL つかないよ。どうしましょうか、どうしましょうか。よいしょ、もうね、やっちゃいますよ、ガンガンやっちゃいますよ。もう岡山雷鳴ったんですが、広島午後に一雨ありましたよと、市内北部で、あられ降ったとかなんとからしいです。広島はじゃああれなんですね、岡山だけだったんでしょうかね。広島は、雷が鳴ってないという情報がありますが、さて、はい、もう、今日はですね、いろいろツイキャスも含めて操作をしていかなきゃいけないということで、そして定期的にこうワノミン TV が見れてるかどうか、ユーストの方にも、アクセスしなきゃいけないということで、もう大変なことになっておりますが、そうなんですよ、メルさんね、よりによって末広部長が来られる日にということで、あ、フルさん、どうもこんばんは、ワノミンです。あれや、あれで F3 やろ、 F5 来ないかな。いや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 、もうね、被害に遭われた方いらっしゃいますんでね、もう本当に災害、これがね、もう何も被害がないんだったら、多分竜巻ってすげーで終わると思うんですけど、どうしても被害がね、あるとね、よろしくないかなという気がするんですが、Google プラスで配信するとか、まだね、Google プラスのね、ハングオーバーオンエア、今日ちょっとその話も伺おうと思ってたんですけど、ハングオーバーオンエアがですね、私のアカウントではまだ使えないというような感じです。あ、今日ね、今日が振られたんですね。はい。コラボサリさん、どうも、こんばんは、のみんです。そうなんです、大変なんですよ。皆さんありがとうございます。本当にね、ユーストリームで見たい方もいらっしゃると思いますし、 むしろ私がユーストリームで配信したいんでございますが、皆さん本当に、こんな時にありがとうございます。さあ、今日も、カフェのカシェットコラボモバイルよりお送りしてるんですが、メインは iPhone でやってるので大変。これでもあれですよね、アーカイブきっと残りますよね。なんで皆さん、ユーストでのこの配信はアーカイブでぜひ、ご覧いただきたいと思います。親方さん、そうなんです、今日ユーストリーム入らなくてですね、ユーストリームの方では配信はしてるんですけど、とりあえず今のところこれです。はい。竜巻のスケールは藤田スケール、日本人の尺でやられてるってことですかね。開き直って面白がっていきましょう。そうですね、はい、そうなんですよ、フルさん、今日はユーストは不調なんです。さあ、ということで、前回はミス坂出の、久保さんにお越しいただきましてですね、たくさんのお話を伺いました。
またあの久保さんのお父さん的存在であります、山田さんとかね、MC カスさんね、とかですね、兄貴のバーの MC 兄貴にも、お越しいただいて、さしすめ香川祭り的な配信を行いましたが、ね、あとそうそうそう、イズミンの新コーナー、こちらね、あのイズミンの新コーナーのコーナー名募集しておりますので、ぜひですね、こちらの方も、Facebook とかね、Facebook の、Facebook ページ和飲み岡山でやっておりますので、そちらかですね、あとは、この配信の時にですね、ツイートしていただくか、もしくはアット和飲みというような感じでですね、応募いただければと。イズミンのコーナーののところですね、こちらのところを、ぜひですね、皆さんに、提案いただきたいと思っております。今日はもうちょっとツイートもなしでいっちゃいましょうか。ツイートツイキャスのチャンネルに入ったらツイートできるんですかね。ツイキャスもうね、やっちゃいますよ、いろいろやっちゃいますよ、もうやっちゃうんですよ、やっちゃうしかないんですよね。はい、これね、あのユーストリームの、あの配信がもし見れるようになったら教えてください。皆さん、こちらではちょっと今確認をする余裕がございません。はいね、こちらでツイートすればいいですね。はい、もうどんどんツイート流しちゃいますよ。前回のアーカイブはこちらでございます。こちらですよ。はい、そしてですね、イズミンの新コーナー名募集しております。 Facebook の URL を流しますので、こちらの方でぜひ、あ、文字数が文字数が、集中、よいしょ、よし、これでどうだね。こんな感じですよ、頑張っていきましょう皆さんね。はい、ツイートたくさんいただいております、ありがとうございます。ですね、よいしょよいしょよいしょ、開き、ワノキャスですね今日ということで、そうです、ワノキャスでいきましょう。ワノミン TV は今日はワノキャスでございます。ワノンと参りますよ。末広部長に G プラスハングアウトで配信してもらうとか、それも面白いですね。はいはい、残りの一人呼んでコンプしようぜと。そして、そんな感じですかね、ありがとうございます。加藤さん、差し入れコンティニューありがとうございます。あ、なんと、あ、こちらでもありがとうございます。現在ですね、末広さんの、ツイキャスでもなんと、これあれですよ、ポステックスのやつですよ、こちらでも、やっておりますので。あ、これそうか、広角レンズがついてるんですね。なるほど、ありがとうございます。もう皆さんありがとうございます。はい、とそんな感じでいきたいと思います。もう今回はですね、もう末広さんって言っちゃいましたが、超有名人と言っても過言ではない、あの末広さんがゲストにお越しくださってますので、後ほどたっぷりとね、こちらの方はお話を伺いたいと思います。そして本日のスタッフは、いつもありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ツイートしますね。本日のスタッフはいつも通り小玉さんにお願いしております。小玉さん、よろしくお願いします。いや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 、テンパってますよこういうね、あの突発的なことに非常に弱いですから、テンパっております。はい、まあそんな感じでですね、今日もご覧の方はですね、もうこんな感じで、ツイキャスになっちゃってますが、こちらもユーストでは多分録画されてるはずです、なっておりますが、どんどんソーシャルストリームにですね、ツッコミを入れていただきながら、楽しんでいただきたいと思います。あ、栗駒さん、どうもこんばんは、のみんです。ふるさんはあのキャス TV でという感じでございますね。はい、ということでございまして、さあこれ音楽がツイキャスが流れないというね、感じで、せっかくこの間ラジオで流していただいたんですけど、あの音楽ね。はい、でもユーストようにちょっとしばしの、あれですね、あの沈黙タイムをお楽しみいただきたいと思います。それではいいですか、準備はよろしいでしょうか。大丈夫ですか。あ、いいです、いいです。大丈夫です。です。あ、こっちでそれすればいいんだ。ね。こっちの方が近いですもんね。いいですか。はい。ちょっと待ってくださいね。これを、すいませんね。ちょっと段取りしております、今。
よ、こうして、で、これをこうして、あ、違うや、あ、ダメだ、こっちから音楽流れないんだということでございまして、今日は、音楽はなしですが、ユースト用に音楽やります。いきますよ、良いですか。さあ、というわけで今日も岡山県岡山市北区幸町にございますカフェのカシェットコラボモバイルより1時間半ほど元気に噛みました。もう一回いきます。さあ、というわけで今日も岡山県岡山市北区幸町にございますカフェのカシェットコラボモバイルより1時間半ほど元気にお送りしたいと思います。それではワノミン TV スタート。ございまして、ワノミン TV スタートいたしました。はい、カミミン来たという、ツイートいただいておりますが、こんばんはな、クリクマさん、どうもこんばんは、ワノミンです。ありがとうございます。はい、まあそんな感じでございましてですね、噛みまくっております、ひとかみ、何この寂しさ確かにね、寂しい状態だとは思いますよ。私もね、自分で歌ってて思いましたよ、寂しいなって。どうでしょう、まだユーストは来ないでしょうかね。ユースト来てほしいところでございますが、さあ行きたいと思います。ちょっとね、ここで皆様に、質問がございます。ちょっとね、お聞きしたいです。シュールなオープニングだよねって、はい、シュールなオープニングさせていただきました。ちょっとね、皆さんに質問がございますので、ちょっと喋らせていただきますよ前、ずっと喋ってるんですよね昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯にってありますけど、この芝刈りの芝って芝生の芝じゃないって知ってました？知ってました皆さん。あのね、芝刈りの芝って芝生の芝じゃないんですよ。僕もずっと昔からそれを聞くたびに、山に芝生って少ねえよなって思ったんですよ。だけど違ったんですよ。それをつい最近知って、ちょっと皆さんに伺ってみようと思いまして。そう、ね、古さん、その芝じゃないんですよ。その芝じゃないんです。ですね、芝刈りの芝って、あの柴犬、いわゆる柴犬ですね、あのいわゆる柴田さんってよく使われてますけど、その芝なんです。あの紫に似た字ですね。知ってました皆さん。僕知らなかったんですけど。あ、タカさん知ってました？あれ、親方さんも知ってました？あれ、古さん、皆さん知ってました？いや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 、知らないですよね。知ってました？あ、知ってましたか。皆さんご存知だったということでございますが。で、芝って、あの、いわゆる雑木のことを芝って言うんですね。で、芝刈りに。だから多分その柴犬もその芝刈りとかについていったから柴犬なのかなと思ったんですけど、あ、ほら古さんのね、初耳ですってね。そうなんですよ、山に芝生ないなと思ってたら、どうやらその芝刈りっていうのは、あの薪に使うあの木をこうね、刈りに行くのが芝刈りだということ今そう。いや、黒子さん、これ知らない人結構多いと思いますよ。あ、ユースト来ました？お、今見れてますという方がいらっしゃいます。ちょっとユースト行っちゃいますよ。カモーン、カモーン、ユースト、カモーン、ワノミン TV、 ユーストおいで。さあ、そんな感じでですね、私の無知加減を、披露させていただきました。字は知らんかったが、芝じゃないのは知ってた。そうですか。芝じゃないのはなんとなく分かってます。いや、僕も分かってたんですよ、芝生ね、芝生山にはないと思ってたんで。そうなんですよ、だからおかしいなと思っていたわけですよ。そうなんですよ、そうなんですよただし TL が表示されない。こっちではですね、今こっちのパソコンではですね、あ、来ましたね、来ましたね。ただこっちもツイートが表示されない状態ですね。非常に重たい感じです。クリックマさん、トイレのことじゃないですよ、芝は。はい、そうなんです。まだ来ない、まだ来ないと
いう感じです。あ、ヤスさんどうもこんばんは、のみんです。本編というかですね、ユーストリームの方が今落ちておりまして、ツイキャスメインでワノキャスをしているところでございます。あ、ソーシャルストリームが来そうな、あ、来ました、来ましたよ、来ましたよ。さあ皆さん、ユーストリームをご覧の皆様、どうもこんばんは、のみんです。ワノミン元店長 MC のワノミン小橋でございます。よろしくお願いします。来たってツイートしちゃおうかな。さあツイキャスをツイキャスをご覧の皆様、あ、プリンさんどうもこんばんは、のみんです。今スイヒロさんの、ツイキャスを借りてですね、ワノミン TV を行っております。はい、炊事芝生でできるかちょっと考えればわかるんじゃないか。そうなんですよ、だからそれが謎だったわけですね。はい、そこさんこっちはまだ来ないなということでございまして、はい、すごい噛んだ、はい、移行しましょう。はい、ありがとうございます、移行してください。はい、ということで、芝刈りの芝は芝生の芝じゃないですよというところからね、今ユーストをご覧始めたってなんだ、見始めた方、テンパっております。どういうことかと言いますと、山へ芝刈りの芝は芝生の芝じゃなくて、芝犬の芝だよという話を今していたところでございます。さて、そのわけで始まったわけですが、こちらのカフェのカシェットコラボモバイルさんですが、ちょっとツイートしちゃいましょうかね。本日の放送場所でございます、モーニング7時から行っております。そして、モーニング7時から行っておりましてですね、何時まででしたっけ、10時まで11時までもなんかそれぐらいまでモーニングタイムでモーニングビュッフェをしておりまして、そこからランチビュッフェ、そして3時からはカフェタイム、そして5時からはディナービュッフェとカフェタイムの並行と並立ということでやっておりますので、こんなですねドリンクバーも500円で楽しめますので、ぜひこちらの方も岡山県岡山市北区幸町ですね、ビブレの裏手にございますので、よかったらお越しくださいませ。あ、乾杯するの忘れた、乾杯。はい、麦雪さんどうもありがとうございます、やってきました、こんばんは、のみんです。はい、ゆりやさんどうもこんばんは、のみんです。すいひろさんのツイキャスを借りております。ですね、これいろんなとこ見なきゃいけないですね。相変わらずユーストはやる気ないみたいな、そんなことないですよ、今きっとエンジニアの方が必死こいてやっております。一応入りましたが、まだまだ重すぎて使い物になっておりません。ここはね、結構割と、言っておりますかね。ユースト動画は見えるがタイムラインは表示されず、ユーストタイムライン表示しないんでコメントはキャスでしますわということで、ありがとうございます。芝犬の芝って説明はおかしいと思う。いやいや、字がね、字が芝っていうことでございます。はい、こんばんは、裏で見てます、タイムカプセルさんどうもありがとうございます。はい、ということでございましてですね、あとユーストリームスタジオ、こちらはですね、おいくらでしたっけ。前後の打ち合わせというかセッティングとか片付けとか、含めまして基本が2000円、そして、1時間2000円の、有料で、ユーストリームスタジオを貸していただけると、非常に、素晴らしい、いろんな機材が揃っていますので、ひょこっとねお店に来て、ひょこっと準備して、ひょこっとつい、配信ができますので、よかったら、お問い合わせくださいませ。はい、フルさん、ユーストまだ重いですということでね、こちらはなんとか見れるようになりました。1回入れたら見れるようになるのかもしれないですね。はい、はい、というわけでございます。さて、ではですね、駆け足で、ちょっと行きたいと思います。ツイキャスでご覧の皆様はですね、写真が見れないと思いますが、写真今出ますか。そういえばスタッフから小山さん写真を、はい、いつも通りですね、ゲストの方にはお待ちいただきまして、近況などを、お知らせしたいと思います。さて、写真が、ユーストの方では写真が出ましたかね。出てませんね、まだね。今一生懸命考えているところでございます。はい、こちらでございますね。4月の28日はですね、稲妻デニムフェスにこの T シャツを、この T シャツをですね、ワノミンの T シャツ、どこに、まあいいや、この T シャツをですね、この T シャツを、こ
この T シャツって言っても今写真が出てる、ツイキャスの人はこの T シャツですね。この T シャツを提供してくださっております、あのシルクさんがです。あ、この T シャツをですね提供してくださっております。今日は何が何だかですね、はい、提供してくださっております、あのシルクさんがお店を出されてるということで、稲妻デニムフェスに、伺ってまいりました。そしてね、 T シャツも買いました。はい、ですね、ちょっと次の写真いきますかね。この方がシルクさんでございますね。ツイオカランドというユースと、ご覧くださったことがある方はですね、よくご存知かと思いますが、シルク印刷のスペシャリストでございますが、こんな T シャツを買ってまいりました。恋心、こんな T シャツです、こんな T シャツです、恋心というね、こんな T シャツを、買ってまいりました。はい、あの他にもですね、この写真の後ろの方にもしかしたら見えるかもしれませんが、非常に際どいエローンっていうね、あのブランド名で非常に、際どい T シャツも売られてたんですが、メンズサイズがなくてですね、今度メンズサイズはちょっと注文しようかなと思っておりますが、今回はこの恋心とね、もう一枚かな、T シャツ買わせていただきました。シルクさんどうもありがとうございました。ちょっとツイートしておきますね。あ、コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。はい。よ、シルク印刷。ありがとうございます。草先生どうも、こんばんは、のみんです。草先生、今ね、ツイキャスをご覧の方は、草先生、今、コンティニューコインを入れてくださった方ですね。この間、生ブルマンデラックスという、山口県の長門市でされているね、ユースト番組に出演されておりましたが、非常にこう、香川のユースとかで有名な先生でございます。はい、ユースとコメントダメみたいやねーと、どうもその節はお世話になりました。先生ありがとうございます。ユースと途中までは行けるんだけどねーということで、なかなか難しゅうございますね。栗熊さん、ユースとつながらんしと、ひとみさん、今度はタイムラインが表示されて画面が出なくなったとかいう、はい、メルさんの PC ではタイムラインは出ますが、音が出てません。タカさんは郵送もすぎ動画は見えませんということで、まだちょっとね、なかなか難しいことになっておりますが、皆様コンティニューコインありがとうございます。頑張ります。さあ、そんなわけでですね、その次、その稲妻デニムフェスはね、倉敷ハンプのバイストンさんも出展されてました。ありがとうございました皆さん。はい、そしてその次の写真に行きましょうかね。はい、僕の顔だった。はい、こちらですね。見た顔がある方、お買い物の方は全員知ってるんじゃないかと思うんですけどね。私と、OHK の山本陽子さん、そして、多田さんでございますね。はい、OHK のキャラクターがありまして、岡山放送っていうね、岡山の富士系の富士系列の、ローカル放送局なんですが、ネット局になるんですかね、キャラクターがありまして、王くんというキャラクターがね、10周年ということで、そのお祝い記念ユーストが配信されてますので、そちらに、現場に行ってまいりました。ワノミン TV とかね、あとつゆからの PR もさせていただきまして、非常に楽しい現場でございました。もう王くんがもうずっと出ずっぱりだったんですけどね、大変だったでしょうね。の人は大変だったでしょうね、きっとね。はい、そんな感じで楽しい現場をさせていただきました。そしてね、次の写真いきましょうか。お約束の、ドヤ顔シリーズということで、山本アナとも撮ってまいりました。そして次の写真いきましょうか。そして、5月3日はレディオモモさんの番組ですね、言葉ラジオに出演させていただきました。ありがとうございました。以前ですね、少しこちらの方でワノミン TV の方で出演いただきました杉明夫さんと、あと美女加藤さん、加藤雅美さんと、楽しくお話しさせていただきました。ワノミン TV のね、オープニングソング、ユーストではかかったんですけど、ツイキャスの方はね、僕の鼻歌でしか聴けなかったと思うんですが、今、はい、そちらの歌とかもね、かけてくださいまして、本当にありがとうございました。お聴きくださった皆さんもいるかと思います。どうもありがとうございました。一生懸命ね、ちょっと喋ってまいりました。さあ、ツイートいきましょうか。まず、オークンユーストのアーカイブですね。あ、ちなみに次の写真いきましょうか。ね、ドヤ顔シリーズでございます。こんな感じで何してるんだっていう感じですけどね。ツイートができない、こっちでいきましょうか。オークンユーストのアーカイブでございます。はい、そして
そしてですね、言葉ラジオの公式ブログをツイートしたいと思います。こちらですね。そう、新あ、草先生体調悪いから一回離脱と。あ、お大事になさってください。きっとね、睡眠不足なんじゃないかとちょっと予想しておりますが、ぜひお大事になさってください。はい。そして、言葉ラジオのパーソナリティの、お二人のツイッターアカウントでございます。はい。ユーストリーム重すぎるということでございます。本当まだちょっと安定しないみたいですね。こちらも今ツイートを投げてるんですが、ソーシャルストリーム投稿ができないですね。そして、親方さん、ユーストアカウントは写真って何と。そうなんですよ、ですね、先ほどお見せした写真は、OHK の、アナウンサー山本陽子アナとですね、それから津田さんとスリーショットで写ってる写真 と、それから山本陽子アナとドヤ顔シリーズの写真を撮った写真と、言葉ラジオの、パーソナリティの皆さんとスリーショット撮った写真と、女性パーソナリティの加藤さんとドヤ顔シリーズを撮った写真でございました。はい。たくさんダメだ、ソーシャル入れないということでございます。ユーストは見れてますがコメントは書けませんと。はい。広島のフジテレビ系列局はヒーローです。へえ、ヒーローなんですね。ヒーローがいらっしゃるんですね。はい。オー君は猫なの。そうです、オー君は猫でございますよ。はい。睡眠不足かもね。もう20年以上睡眠不足って。こんなツッコミでよろしいでしょうか、くそ先生。ドヤーということで親方さんが言っております。ユーストは見れるのは見れるんですが、チェックインを断りしてるみたいですね、と。なるほど。どうも不安定みたいですね。はい。加藤さんは美女でしたね、と。加藤さん美女ですよ。すごく美女です。はい。まあそんな感じでちょっと飲み物いただきます。そんな感じでですね、2週間、いろいろと過ごしてまいりました。ユーストとツイキャスのラグで臨床状態わけわからなくなってくる。そうですね、とりあえずどちらか音を切るといい感じですよ。はい。美女ということで親方さんに言っておりますが、さてお待たせいたしました。こちらに、あ、ちょっとこちらをアップにしていただけると非常にありがたいかなという。はい。じゃ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 んということで、今ですね、ユーストの方のカメラでは、ツイッター部長の恐れ入りこなしという非常に有名な本がドアップになっております。はい。ということで、某元気チェーンからですね、お菓子メーカーとかね、冷凍食品メーカーとか、うどんチェーンなど、華々しい経歴をお持ちの方でございます。紹介したいと思います。末広英二さんです。末広さん、どうぞお越しくださいませ。あれ、末広さんどこ行っちゃった。ゲストの方が今いらっしゃらないという。末広さん、あ、末広さん今おられました。末広さん、はい、ぜひ、あ、こっちから、はい。さあ、ということでございまして、ついにですね、もう念願かなって末広さんにお越しいただきました。すいません、狭くて。どうぞ。うん。じゃあちょっとカメラ位置を末広さんカメラに変えさせていただきます。はい。あ、ゆりえちゃん、こんばんは。はい。私のツイキャスね。はい。部長と、はい、来ております。ちょっと待ってくださいね、これが安定しない。よいしょ。はい。こんな感じですか。もうちょっとこっちですかね。うん、すみません、うっかりしてましたよ。ゴニョゴニョしておりますが、はい。さあ、というわけで、ひょっと水広さんのことを、うんうん、ひょっとご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、はあはあ、ちょっと自己紹介なんぞしていただけると。自己紹介なの。はい。自己紹介難しいこと言うね。難しいですか。水広でございます。よろしくお願いします。もうね、皆さんご存知だと、ご存知の方がほとんどだと思います。うん、はい。ツイッター部長の恐れ入りこだしの著者でいらっしゃって、うん、もうツイッター界ではですね、もう華々しいご活躍をされていたと、うん、いう感じで。過去形だね。いやいや、されていると。はい。ということでございますがですね、何を、あ、どうもありがとうございます。撫でていただきまして、ツイキャスをご覧の皆さん、今、後ろのクロマキーのね、絵を撫でていただいております。すごいね、これドアップだよ、こっち。ドアップです。広角レンズがないもので、うん、はい。
お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そうしましたら、ちょっと早速行きたいと思います。みんな、はい、ユーストリーム持ってちょうだいね。盛る？あ、いいんですね。はい、分かりきたわ、はい。お願いします。はい。はい、ということでですね、はい、美女と来ておりますが、美女は、先ほどの写真ですね、部長の写真、サイン入りで本持ってますよと、メルさん。あ、ありがとうございます。はい、東京の方ですね。そして部長と親方さんですね、フリーダムな親父やなという、ツイートが来ております。部長、部長、もう大人気ですね、部長、うん、いいな、念願かなって、ありがとうございます。あ、マツコさん、着席と。そして桃色ツイッター部長、桃色ツイッター部長 Z、 クローバー Z みたいな感じですよ ね、うん、すね。はい、ツインでツイキャス視聴してたらエコーがかかってるということでございまして、どちらかあれ音切ったら両方とも切れちゃうんでしたっけ、ツイキャスで。ユーストは片方だけ切れますよね、うん、いや、あのツイキャスもそこピーッとスライダーを下げてもらえば音が下げられますので、よろしくお願いします。はい、音は一つだけにしていただくといいかと思います。さて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 、うん、ようこそおいでくださいました。どうも。もうめちゃくちゃ緊張しておりますが、はい、はい、さあ、末広さんといいますと、うん、つい3月まで丸亀製麺でおなじみの、はい、トリドールさんにお勤めになられて、はい、ということですが、はいはい、実際今辞められてですね、うん、何をされてるんですか。何してる、はい、今ですね、何もしてないです全くですか。全くしてないですね。ほぼしてないですね。ほぼしてない。はい、ほら、無料の、無料じゃなくて、インターネットで映画とか見れるあのサービスあるじゃないですか。Hulu でいいですかね。Hulu？ Hulu？ 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 はい。Hulu？ Hulu か、Hulu か。Hulu？ Hulu？ Hulu？ ね。はい。あれをですね、はい、今70本ぐらい見たかな、テレビ。ずっと見てるんですか？ずっと見てます。あ、そうなん、トリドール辞めちゃったんですよね。あ、そうなんですよ。はい、はい、あ、ゆのさんどうも。そうなんですよね。じゃあ、こちらですね、フルさん、トリドール辞めたんですね。そうなんですよ。そうなんですよね。という辞めたっていうか、もともとほら1年契約だったんですよ。あ、そうだったんですか、うん、ほうほうほう。で、僕も就職しないつもりだったのね、家督地を辞め、テーブルマーク辞めるときに。はい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 、なんですが、はい、いろいろありまして、はい、丸亀製麺に1年契約。そうだった、もう最初から1年だったんですね。そうです、そうです。なるほど。そして、はい、要するに結果を出したいので、はい、1月に入社したんですよ、はい、で12月末じゃないですか、はい、そうすると期末が3末なんで、はははははは、一期ないっていう過去になっちゃうんで、延長して3末まで引っ張らせていただいて、はい、なるほど、なるほど、いうことですね。末広さんレベルになると、もう辞められたらすぐですね、うん、もういろんなところからお声がかかるんじゃないかなと思うわけでございますが、ね、今はじゃあもうこの先はとりあえず今のところどっかの会社に入られるという予定は、うん、ないです。ないと。和野民さん、よろしくお願いします。うちが人を雇えるようになったらお願いします。ぜひもう本当お願いしたいです、はいはい、もう安いもんですよ。いや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 、もう10人前ぐらい働きますから10人前働いて給料5人前だったら安いじゃないですか。それは安いです ね、っていうふうな、そういうことなんですよ。なるほど、そこですね。そこそこ、そこポイント、そこですね。ポイント、なるほど。さあ、はい、加藤吉さんをね、辞められた時に、はいはい、世界一周するっていう話があったじゃないですか、うん、あった。それは どうなんですか、今回そのトリドールさん辞められて世界一周とかは。ありがとうございます。やろうかなとも思ったんですけどね、なんかいまいちピンとこないんで今。ほうほうほう、なんかこの間フェイスブックでこうなんかこう海外旅行的ななんか、うんうん、そう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 、なんかされてましたね、下見的なことを。そう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 、ね、うん、それは世界一周とかではなくて、うん、じゃあ今後もしかしたらちょっとどっかにちょろっと、だからはい、オーストリアに行ってほうザッハトルテナウみたいな、もう現地の本場のザッハトルテナウ、いいですね。いいでしょ。いいですね。とかさ、はいはいはい、なんかそういうの、麻婆豆腐とか。あ、そうですそうです、上海行って上海がいいみたいなねそういう感じもいいかなと思って、こう計画したり調べてるうちに満足しちゃってまあいっかっていう。なるほど、結局行かなかったみたいな。行かない。なるほど、ザッハトルテナウいいですね。ザハトルテ本場のやつやっぱり美味しいですよ。美味しいですか。うんうん、一
一回ね、あの四国で、うん、あのイベントがあった時に、某エスコク新聞の M 川さんと、あと小泉みゆきちゃんと、末広さんと4人でですね、うん、ケーキを食べに行った時、あの時は何食べられてましたっけ、ザッハトルクでしたっけ、なんかチョコレート系のケーキ食べられてましたよね。フォンダンショコラじゃねえかな。フォンダンショコラでしょ、うん、チョコお好きなんですか。うん、お菓子、あのお菓子屋にいたから3年間。なるほどなるほど。シャトレーゼってとこ、はい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 、3年間いましたので、はい、お菓子も詳しいというね。なるほど。好きか嫌いかで言うと、いや好きですよ、お菓子は。なるほど、うん、パリのね、シャンゼリゼ通りのとこ、はい、コンコルド広場の横ですね、はいはい、にあのアンジェリーナっていうね、ほう、お菓子屋があるんですけど、ここのモンブランも最高ですよ。それ聞いてから、聞いてからフランス行けばよかったですね、本当ね、うん、なるほど。じゃあちょっとですね、そんなケーキもお詳しい末広さんでございますが、うん、ちょっとこちらのツイッター部長、ツイッター部長の恐れ入りこなし、はい、出されているようにですね、はいはい、ソーシャルメディアスペシャリストでいらっしゃいますが、うん、もうズバリ今日はですね、はいはい、お聞きしたかったことがあります、はいはい、ソーシャルネットワーク、うん、まあ、SNS ってたくさん今あるじゃないですか。ありますあります。もう私がやってるだけでも、ミクシーあり、ツイッターあり、うん、フェイスブックあり、タンブラーあり、はいはいはい、モニョモニョモニョといろいろ Google プラスありとかあるわけでございますが、末広さんも大概手を出されてる感じですか。まあ、時間に余裕がありますからいやいや、取り戻し時代からされてたじゃないですか、いろいろ。うん、そうですね、そうですね、うん、その中で、はいはい、今、末広部長が、うん、こう暑いぜこれ、来てんじゃねみたいな、そういう、こう SNS があれば教えていただきたいなと思うんですけど。うん、今はね、そんなにあれじゃないですかね、はい、これっていうのはないんじゃないですか。ほう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 、うん、その僕がツイッターをやった頃って、ミクシーと、はい、まあ、グリーンもありましたけど、はいはいはい、そんなにみんながこうソーシャルなんて言ってないわけですよね。そうですね、はい、でそれがフェイスブックとかに流れていったんで、はい、うん、今はそんなになんかこれっていうのはないですよね。いいとこ、まあ、LINE ぐらいじゃないですか。 LINE ね。 LINE ってあれは SNS のくくりになるんですか。 SNS じゃないですか。ほう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 。だってさ、はいはいはい、返事しなくていいんじゃない、こうあの面白いスタンプを送るだけじゃないですかあれってほら、要するに Facebook でいう登録のいいねのさ、改良版でしょ。なるほど、そういう感覚なんですね。返事するってほどじゃないけどさ、なんかカバちゃんの方が食っちゃうみたいなはいはいはい、地獄の御さんの方が食っちゃうみたいな、っていうのがほら面白いわけじゃないですか。はい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 、なるほどね。 LINE 僕も最近やっと始めたんですけど、はいはい、されてるんですね。されてますよ。じゃあちょっとあのちょっとどうぞどうぞ。おちゃいました。LINE であの申請しておきます。いや、まあそんなにやってないですよ。LINE やるときは大体ほら飲み屋に行って、女の子が iPhone 持ってると LINE 面白いぞっつって、その場で送って、今から送るぞみたいなやつが面白いよ。なるほどなるほど。飲み屋さんでね。なるほどなるほど。こんな近いのにみたいな。あ、なるほど。え、そういう飲み屋さん行くんですか。いや、あのイベントで呼ばれると、はい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 、あの連れてってくれるんですよ。あ、そういう飲み屋さん。自分で行ったことないんですよ。ほう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 、やむなくやむなくやむなく、うん、ちょっと笑顔で。笑顔、そんなにお酒がそんなに好きじゃないんで。あ、そうなんですか、うんうん、ほうほうほう、結構飲まれてるイメージがあるんですけど。そうそうそう、それはね、錯覚です。錯覚ですか、はいはい、なんかこう飲まれて記憶のないツイキャスみたいなのもあったような気がするんですか。記憶がないですね。あ、そうですね、うん、記憶ないですもんね。だからその、はいはい、コミュニケーションの一つなんで、はい、例えばバンプっていうのね、一時は、はい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 、女の子とバンプって、はい、やってましたね。ダメだよ、手が触れないとダメなんだよとか言っちゃうわけじゃないですか。はいはいはい。そうすると、それは OK なのかと。なるほど、ね、携帯の番号は聞けないけど手は触れていいんだね。ああ、なるほど。それでもこもれなくバンプっていう。はあ、はあ、じゃあ LINE でもありますもんね、こうやって乾杯って。っていう。なるほど。なんかもうね、あの人生の師匠ですよね。なんで？仕事もこういろいろ伺えて、女の人口説く方法も教えていただいてみたいな感じですよね。そんなことはございません。ありがとうございます。さあ、そんな SNS、まあ、だから、はい、SNS は別に、うん、なんていうか、自分がしっくりくるのやられたらいいかなと思いますよ。ほう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 、ええ、どうなんですか、その末広さんは今こうどれ、その LINE 以外で、うんうん、こう今これちょっと面白いからハマってるとか力入れてるとか、そういうのはありますか。 Facebook がいいよとか Google プラス今面白いねとか。
Google プラスは随分良くなったかなっていうふうにですね、はいはい、最初にあの Google バズっていうのが出た時に、はい、誰もやってなくて、はい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 、なんかこう孤独な感じ、むしろ孤独っていうか、はいはい、SNS なのに誰もフォローできないし誰もいないっていう、一人ひたすら語ってるつぶやいてるなんだよこのバズってよみたいな感じで言うのから比べたらですね、どれやってもそこそこ人もいて面白いんで、あとはこうアップロードがいいとか、こう操作性がいいとか、そのお好みでいいんじゃないですかっていうのが僕のおすすめですね。はい、ただ今ご覧になられてる方でですね、あの仕事でツイッターをされてる方も、ツイッターとか SNS をねされてる方もいらっしゃると思うんですね。そういう意味でいくと、今そのまあ、ツイッターが一時ガーッと来てですね、うんうんうん、今どちらかというと私の印象ではまあ小康状態というか、うん、ツイッターでもまあいろいろこうやってますけど、それねみんな分かってない。なるほど、うん、ツイッターの素晴らしさっていうのは、はい、あの最低限のプログラムってことですよね。ほう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 、で短くできるって、これの技術はやっぱすごいんですよ。ほう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 、だからまたね見直されますよね。なるほど、なんかこうすごくスピード感というか突発性がある分に関してはツイッターにワッとやっちゃってみたいな、今住み分けがなんかどの本を見ても書いてあったりするわけなんですけど、はいはいはい、そんな住み分けな感覚で末広さん的には OK だと思いますか？だってフェイスブックでね、はい、連続投稿されたらねお前イラッときますよ。いや確かに、いやこいつっていうないですか？ありますよ。ほらみんなそこにいらなかったですよこのユーストリームもフェイスブックでこうバンバン投稿したとイラッなるほど、ね、ユースの、 あのところはちょっとフェイスブック外しとこうかみたいな。そうそうそう、はい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 、だけどやっぱりソーシャルを今から、ね、新しく始めた人はフェイスブックしかやってないみたいな人がいると、はい、言いますね、拡散できないんで、ほう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 、ね、あのユーストリームのアカウントかフェイスブックのアカウントで入るしかないから、はい、そうすると時々事故が起きるわけじゃないですか。なるほど、ダーッとね。であの感じは僕がツイッター始めた頃のまさにこうですか。なるほど、僕はツイッター、角口でツイッター始めた頃って1日、300ツイートぐらいしてたんですね。それすごいですよね。ツイッターやってますか？ツイッター1日何ツイートぐらいされます？今スタッフの方に聞いてるんですけど。1週間で10いけばまあ。という感覚ですよね。1日300ツイート。うん、最高で270とか。280とか、うんうん、毎日ですか？毎日、一時は毎日そんぐらいでしたね、うんうん、300ですか？もっといけますけどね。あ、なやってる人もなかったですもんね、初期の、ね、昔は違うんですよ、API の関係で投稿すると次に投稿できる、ユーストみたいな感じ、はい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 、ユーストリームも一回投稿するとしばらくはいはいはい、できないですね。そう、それと同じ感じだったんで、ほうほうほう、300って言ってもね、結構大変なんですよ。なるほどなるほど、投稿して、書きたいけど、書けない、書けないっていうのがあって、はいっていう、なるほど、その状態でまあもう本が出るほどこう活用されたわけでございますが、うん、はい、その後で注目してるやつか、あ、なんだっけ、企業さん、そう、注目してるやつですね。企業さんは、はい、やっぱりブログしっかりやられるっていうことですよね。ブログですか？ほうほうこれまたちょっとブログもね、フェイス、要するにフェイスブックとの連携って今Facebook 自体が、はい、コンセプトは何かっていうと、ほう、要するにニュースフィードっていうかのウォールのところに書かれたものを見れば、はい、ニュースが見れるっていうのがコンセプトなんですよ。はい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 、はい、ね、だから、URL を貼るとですねプレビュー画面が出るっていうのが、うんうん、Facebook の良さなんですね、はい、でそこで今度は Facebook っていうものをプログラム的に見た時にどうなっちゃうかっていうと、はい、そのSEO 的にちょっとこの何て言うんですかね、うまくやろうってすると、はい、OGP っていうちょっと仕組みをやるわけですね。そうするとアメブロ貼ると必ずアメブロのロゴ出ちゃうでしょ。はい、出ますね。あれになっちゃってるんですよ。ほうほうほう。で僕らはどうしてるかっていうと、はい、そのブログのですね、はい、写真を一回貼落として、はい、でそいつを上げてから URL を貼ってコメントを入れて投稿するんですよ。そうするとプレビューで写真も出るんですね、はいはいはい、そうですね。なるほど、じゃあもうそういうブログサービスを使われてる方は一旦写真をダウンロードして、うん、ダウンロードしてっていうか、まあ、ブログに上げてるぐらいですから写真ありますもんね。あ、そう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 、その写真を Facebook にもちゃんとアップし直して、うん、でブログの URL を貼ると。そう、その時にブログはできればブロガーがいいと思います。あ、そうなんですか、はい、それはなんで？ブロガーで作ったブログっていうのはですね、はい、G プラにパカーンっていくわけですよ。あ、なるほど、ね、これはね、気持ちいいぐらい
早く撮って。はい、どうも。放送事故なんじゃない。もう記念撮影はこの、あの綺麗に入るわけですね。はい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 、だからあのおすすめだと思います、ね。なるほど、ブロガーです。ブロガーで作ってジープラにも流して、はい、え、Facebook はやっぱり対抗してるんで、はい、ブロガーの URL を貼ってもプレビュー出ないんですね。そうなんですか。はい、ほう、綺麗に出ないんですよ。ほう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 。だから OGP っていうのをあの、はい、HTML で勝手にあの中に仕込んで、はい、入れればあのアイコン出せるんですけど、そうすると、はい、あのアメブロみたいなアメブロマークになっちゃう。それは OGP で、うん、その違うアイコンにしても、まあ、それにすればそのアイコンが出るんですね。ということはその OGP っていうのを皆さんあのもし本腰入れてやれる場合は、うん、勉強した方がいい。もう OGP の時代じゃないと僕は思ってるんですけど、一時言っとき、はい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 、あ、どうもこんばんは。さあちょっとツイート拾っていきましょうか。これちゃんと配信されてるの大丈夫？配信はされてるんですよね、きっとね。はい、配信はされてると思います。はい、何もしてないんですねとかね、1年契約だったんだ、そうなんだと、うん、で調べてるうちが楽しいですからね、これあの旅行のことですね、うん、来年広島で貸し泊やりますよって、うんうん、なるほど、それはちょっと行きたいですね、うん、遅刻したけどこちらから参加、ソーシャブさんどうもこんばんは、のみんです、ありがとうございます。まだ Facebook の見せ方がわからないんですよねという見せ方、何を見せる、ね、Facebook だから Facebook 雑貨部、あのね、こういうことなんですよね、はい、インターネットのアクセス数で Facebook が Google を抜いたっていうのはなぜかというと、はいはいはい、会社に行って最初パソコン立ち上げた時に、はい、まずは Yahoo とかでニュース見るでしょ、はい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 、うん、でそれがデフォルトだからアクセス数が Google やら Yahoo が高かったわけですね、はい、ポータルでね、はい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 、でそれはその心はそこにニュース、スポーツやら天気やらがずっと載ってますと、うんうんうん、いうことなんですよ。でザッカーバーグどう考えたかっていうと、はい、いやいやそんなことを思ってるやつは全員じゃないと、はい、ね、で近所のお姉ちゃんが昨日何食べたとか、あのうち の, その猫ちゃんは今日も、ね、ゴロゴロしてますせとかいうことの方が人にとってはニュースですよねっていうコンセプトなんですよ。なるほどなるほど。そこであの、はいはい、ツイッターっていうのが生まれる2ヶ月後にあのいわゆるウォールっていうニュースフィードのとこを作るわけですね。ほう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 、はいはいはい、それがあの要するにタイムラインとして流れてくるわけですけど、はい、でちょっとこの、まあ、そこから先話すと長くなるんだけど、その時に、はい、要するに開いたらニュースフィード開いたら、はい、ニュースが流れてる格好が美しいと思ってるんですよ。なるほどなるほど。で今までだったら、はいはいはいね、URL はこちらっつってクリックさせてるじゃないですか、はい、はい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 、それめんどくさいでしょって、だからプレビューで出るんだ、出るということなんですよ。ほうほうほう。そうなると Facebook 見せ方も何もどうやったらそこで完結させるかが重要。はいはいはい、長文も書けるんだけど、はい、続きを読むなんて読まないっつーのってことになるから、はいはい、なるべくコンパクトにして写真を入れてっていう構造で作ってあげるのがコツっていうことですね。なるほど、だそうです、ひとみさん、うん、写真を入れる、そして短文でコンパクトにまとめる。写真もいろいろあるんですよ、はい、写真は例えばインスタグラムから投稿して、はいはいはい、で今まで連携しなかったんで URL 貼ったりしてたんだけど、インスタグラムと連携をし、しね、で連携しちゃったんだけど、このインスタグラムアルバムの中に入っちゃうわけですよ。はいはいはい、そうすると書き込みがどんどんアルバムの書き込みが増えていくんで確かに何だかよくわからないようになるじゃないですか。だからインスタはインスタで上げて、はい、写真は写真でもう一回上げた方が綺麗ってことです。なるほど、いろいろ考えられてますね。なるほど、だそうです、ひとみさん。まずそこまでは別にね、あの一般の人はそこまでやらなくてもいいけど、商売でやろうと思ったらやっぱりコンテンツに合ったものをしっかり上げていく方がいいと思いますね。それから投稿もあの Facebook なんかは少なくて全然 OK なんで、はい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 、これなんで今頃いいねかいみたいな1年ぐらい前の投稿がね出てきますもんね、出てきたりね、で誰かがあの忘れた頃にさ、あのなんかね、あのタグ貼られてさいつの写真だこれみたいな、ありますね、あるでしょ、あります、それもタイムライン乗っちゃうんですよね。そうそうそう、だけどそれはそれで面白いわけです。なるほどなるほど、うん、そこを楽しむと、そう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 、はいはいはい、なるほど、そんな感じで、商売をやられてる方はその辺ちょっときっちり意識しながらやっていこうと。そうそう、今度はジープラのハングアウトっていうのがライブできるようになったわけですよね。はい、このなんていうのかな、Gプラスで、はい、スカイプみたいに話ができるっていうのがハングアウトっていうのがあるんですけど、でそいつをそのままライブで載せられるっていうのがハングアウトオンエアってやつなわけですよね。はい、ですよね。であそこにエフェクトっていうのがついてて、ほう、こうメガネになったりとか、はい、ここにティアラついたりウェブカメラ買うとなんかついてますよね、ついてるでしょ、ああいうのもデフォルトで入ってるんですよ。へえ。それは
僕は思うに何でかっていうと、はい、しゃべそんなねこんなもんでね喋れないですよ普通。あ、まあ確かにそうです、ね、だからこうやってメガネつけて「あっメガネ面白いね」って言ってこの前ネタになるわけです。なるほど、コミュニケーションしやすいって感じですかね。そう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 、なるほど、いろいろ考えられてるんですねもうね持ってるよもうね、あの末広さんもちろんこういうふうに、はい、あのいわゆるオフィシャルな場所でお話を聞くのもあれなんですけど、はい、あのぜひですね末広さんが出られるセミナーとかに行って、はい、あのその後の懇親会出ると面白いですよね。なるほど、もうぜひそのあたりをお勧めしたいです。もうね、うん、あの末広さんとそのセミナーの後に懇親会でもなんとか隣に座って話を伺う、うんうんうん、そうするとまた違った話がいろいろと、お聞きできるんじゃないかなと。でもやっぱりあの重要なのはそのソーシャルネットワーク、ソーシャル の, あのものをなんでこれを考えたのかっていうところを見るのが重要だと思いますね、はい、なるほど。じゃあもうその、なんでこれができてて何を狙ってるのかっていうところを考えながらそれに最適化していくと、うんうん、だから、Facebook で言うと、はい、ニュースっていう括りですから、はい、今日のニュースはこれ、はい、なんかそんないっぱい投稿いらないっていうそうですね。個人がそのたくさんニュースを持ってないでしょ。で一方で Twitter っていうのはリアルタイム性なんで、はい、今来てるよみたいな、はいはい、Now, Now で最初はなんだよ Now ってみたいな Now ですか確かに、こっぱずかしくて Now なんて言えねえよみたいな確かに確かにありました、ありました。みんな言ってますけど、あの、今のは大体ひねってみんなニャウと見てますけどね、Now だよ、なんだよ Now っていうみたいな初めて Now って使うときちょっとなんか緊張しましたね。確かに。でもね、あの最初の一度これ番組言えねえなお前そんなの投稿すんなみたいないっぱいあったんです。これね、面白いネタいっぱいあるんですけどほう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 、ちょっと言えない。なるほど、言えないことがあるんですね。言えるやついきましょうか、はいはいはい、有名なやつですけどね。ほうほう、あのザリガニのザリって何みたいな。ほうほう、な、何なんですか。もちろんザリガニのザリって何って言ったらみんなバーってリツイートリツイートということは、先ほどのあの芝刈りの芝って芝生の芝じゃないんだっていうやつも結構こう、あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、コインの時間ですよワノミン TV、コインの時間でございます。誰かありがとうございます。ノーシャムさん、おかしいな、俺の方はコイン誰もくれないんだありがとうございます。ワノミン TV のツイキャスと並んでるのがちょっと納得いかない。ありがとうございますすいません。あ、そうなんですか、ありがとうございますこんなんでこんなグダグダでいいグダグダでいつもこんな感じです。あの、おかみはどこだってこう言わなきゃいけないですよねそうです、おかみは、ね、そうそう、僕ね、あの今日は決めてたことがあって、はいはいはい、ここに来た時に最初にこれ、なんすか、おかみのアイコンなるほどね、イズミンね、イズミン、イズミン、ちょうどイズミンの間に来られてしまいましたから ね、はい、ご縁がないですねイズミン会われたことはあるんですよね。ありますよ、ですよね、はい、ですよね、よかったですよ。これで会われたことがないんだったらもう今日無理やりにも連れてこなきゃいけないのかと思いましたが、すいません、強制的にコインやらクラッカーやら入ったんですねなるほど、恐縮でございます。はい、さあ続いていきますよ、はい、麦雪さんやってきました、どうもこんばんはのみんです。皆様お疲れ様です、ということでありがとうございます。大体さ、なんだよこんばんはのみんってさ、いや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 、結局みんなほらダジャレじゃんってことでしょ。そうですよね、まあ創始者でいらっしゃいますから、ダジャレっていうか違うんです、あのコピーライティングですから。ああ、はいはいはい、ね、それはなんかわかりますねまた放送事故に、あ、早かった、早かったですねちょっとちゃんとやれと、はい、ひとみさん、インスタグラムと別に写真をあげるってことなんですね。同じ写真でもそういうやり方をするってことかという感じでございます。ちょっと待ってくださいね、うん、いろいろこっちですね。ユーストリーム自体がダウンしている模様です。昨日の Google プラスハングアウトオンエアの登場で心臓マインのとのこと、うん、ほほ、昨日のってことですね。まあ、だから昨日はだからハングアウトライブをやって、はい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 、面白かったですよ。あの YouTube にね、はい、動画が上がって、そうですよね。それで私は初めて YouTube のアーカイブが1時間27分、はい、みたいな。あれ、携帯電話登録してないと1時間超えできないですよね。15分超えできないですね、うんうん、そう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 、そのようなことも皆さん調べてみると面白いんじゃないかと思うんですけど、クリックマンさん、ワノミンのワノって何っていうあの質問いただいておりますが、そもそもワノミンって何っていう、これはですね、みんなのワをもじってるだけなんですけど、ワ、うんうん、みんなのワの、みんなのワの、みんなのワの、みんなのみんっていう、そんな感じですね。誰が考えたの。私ともう一人二人で考えました。
あ、そういうことなの。そうなんです。だからこうみんなの輪っていう輪を作っていきたいなって、それでも広げていきたいなって。あ、みんなの輪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 のみんなの輪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 のみん。なるほど。みんっていうことなんですよ。はい。ありがとうございます。はい。あ、どうもミネさん見れましたということで、チャクラのミネさんでございますね。ありがとうございます。パイじゃないですよ、クロコさん。はい、パイじゃないですよ。ということでですね、先ほどそのハンガードオンエア出てきましたが、うん、はい、今ですね、こうユーストリーム、今ちょっと落ちてますがユーストリームがあって、でハンガードオンエア出てきました。でツイキャスもやってます、うん、そして、ニコ生の方も、ね、生配信用の、無料アカウントが企業向けにできましたと、うん、これってこうもろもろそういう生配信、ネット配信のこうサービス出てきておりますが、はい、これっていうのはこうなんか水上さんの中で住み分けであったりとか、うん、そういうのなんかされてますか。うん、できた。また持ってらっしゃるんでしょう、やっぱり。そっから有料だな。あ、なるほど。あ、嘘ですけど。何でもいいんですよ。ほう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 。まあ、マーケティング的に言えば、はい、どっちかっていうと若い人見てるのは、まあ、例えばそのニコ生かしらと思えばニコ生やればいいし、ね、それなりに、だってこんなめんどくさいじゃない、ユースト見るったって。確かに最初だってユーストリームなんて番組見つかんねえよみたいなことじゃない最初。そうですね、はい、配信してますって言っても、いやいや見つかんないから誰も見つけられないみたいな、ね、はい、よく僕も2009年にユーストっていうのに出会って、はい、僕はちょっと遅いんですけど、はい、やってるんで見てねって言われても、いやどこだよみたいな。URL がまず書いてないとどうにもならないっていう、はい、こととか、はい、最初でもあれですね、あの iPhone から配信ができるんで、みんなね、このあ、みゆきちゃんどうも、あのこっちじゃなくて、みゆきちゃんこっちじゃなくて、僕の方のアカウント、あの末広のツイキャスでございます。皆さんありがとうございます。一応ワノミン TV なんで、ワノミンの方は一つよろしくお願いします。もう今小泉みゆきさんは、はい、教習所通ってらっしゃって、ですよね、ですよね、どうしちゃったんですかね、どうしちゃったかと思えば盆栽ガール、あ、ですよね、日向ぼっこさせたりしてますもんね。今日はなんかね、はい、アクセルが怖いとか言ってましたよ。ね、で、オートマじゃなんだ、マニュアルじゃダメかいみたいな、なんかちょっと言ってましたけど、オートマで OK ですよ。いやいや、今オートマの方が多いですからね。ね、マニュアル車売ってませんからね、うん、なかなかね。はい。そうそうそう。なんだっけ、なんでしたっけ。そうそうそう。だから、番組が見つかりませんよと。見つかりませんと。それで iPhone で、はい、鍋やってるよとか、はいはいはい、そんなのばっかですよ。ほう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 、とか料理作ってるとか、はいはいはい、そんなのも最初の頃ですよね。ですよね、うん、でそっからそっからでも今こういう、まあ、だからそれで住み分けとかじゃなくて、はい、ほら何でもいいんですよ、みんなね、ツイキャスが良ければツイキャスやればいいし、ほうほうほう、ユーストリーム楽しければユーストリームやればいいし、はい、これはあの自由、はい、ね、でうちの娘からすると、はい、あの弾幕がねえとダメだと。で、お前下手 下手なあの弾幕入れんじゃねえよとか言ってるわけですよ。もうあのこなれてきて、なるほど、このね、ドンピシャのタイミングでどういうこう弾幕出すかっていうのも腕なんだからねっていうのが、あのやっぱりニコ生やりね、うん、そうですね、ニコ動のさ、神髄になったりするじゃない。なるほど。だからユーストツイッター、あのツイキャスも、はい、あのこの昔はほうほうほう、あのぽかったんですよね。ここでかぶせてくるわけ、こうタイムラインの中でこのやり取りがあって、それで演者がそれを見てプップッっていう感じでしょ。なるほど。でその時に一番なんか良さげなのをやればいいんじゃないかなっていう。なるほど。じゃあ例えばですね、うん、質問を変えましょう、はい、末広さんが今一番ハマってる動画配信のサービスはどれでしょう。ハマってる、ハマってるというか気に入ってるというか、気に入ってで、俺個人的に聞いてるのはライブストリームってのを聞いてるんですけど、ね、ほう、ライブストリーム、誰も見てないですね、動画配信。まあ、告知もしてないんで、ライブストリーム、はい、それはまた別個で、Facebook が一番推奨してる、はい、あ、そうなんですね、はい、ライブストリーム、ちょっと探してみましょう、ライブストリーム、まあ、見る人もいないからいいんじゃない。あ、違った、よいしょ、ライブストリーム、それは、これも海外のあれですか。そうですね、ライブストリーム、ね、ライブストリームありましたね、ちょっとこれはブックマークに入れときましょうね。あ、そう、はい、
そうです、ライブスタート。おお、ちょっと、よく入れました。はい、なるほど。ここも、あ、なるほど、この赤ボックスの。あ、これ最近出たの、ね、ライブストリームボックス、あのブロードキャスターだよね。で、はい、あの 4G 対応なんですよ。あ、はい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 。これはこういうやつは前からあって、ほうほう、あのデジ1にこう乗っければそのまま配信とかいうのはあのライブストリームで、ライブストリーム自体は、はい、あの Facebook の、 あのいろんな、コメントとかはこれで出してるんですよ。へえ、なるほど。なんかもういろいろあってついていけなくなってきつつある感じでございますが、でもそんなことはどうでもいいわけで、僕はほら趣味で、あ、どうもこちらでも小泉雄貴さんがコンティニューコインとともにさあ、ということで相変わらずユーストア503、うん、はい、ます。そして、直になれるよと、あ、みゆきちゃんですね、はい、それは車の運転のことでしょうね、はい、まあだけどあれだよね、ソーシャルはやって楽しいのをやればいいんじゃないですかね。なるほど、もう SNS、うん、配信動画も含めて、うん、うちのね、はい、神戸の近所のおばちゃんたちはもう Facebook ですよ、はい、ほうほう、あ、そうなんですね、はい、僕が行くよく行きつけの喫茶店があるんですけど、へ、そこ行くとみんなもう iPad 開いて、おばちゃんがカウンター室も全部埋め尽くして、ほう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 、それで Facebook をやってますよ。へえ、なんか面白いですね。その片やこっちでは Facebook がやったら流行ってて、うんうん、片やこっちでは Twitter がすごい、うんうん、Twitter ばっかりやってて、で片や音楽仲間に行くと Mixi じゃないとやっぱりやれないよみたいな人がいて、もうその時々でこう使い分けていくというか、好きなものをやっていけばいいんじゃないかと。まあ、つまりね、はい、何かで、うん、マスでがっつり行こうっていうことではもうないと。あ、なるほど。どんどん細分化されていくってことなんですよ、はい、ね、だからそれでいいんじゃないっていう。なるほど。だって、はい、あの岡山と、はい、あの兵庫はやっぱちょっと雰囲気違いますからね、はい、あ、まあそうですよ ね、うん、ね、またこの高松とか行くと雰囲気違うしそうですね、これなんかこの人たちはまあ、独自ななんかいろいろなんで、多分それはほら、あのその人たちからすると僕らが変な感じなので、あのコミュニティなんでいろいろこうあるっていうんですかね、はいはいはい、はい、で東京行けば東京行ったで和飲み TV なんじゃそれみたいな感じも、はいはい、見えるかもしれないし、はい、そうですね、それはいろいろですね。なるほど。じゃあそれらをまあ使い分けるじゃないですけど、気に入ったものを使っていただくと、うん、また商売になるとね、いろいろ変わってくるんだと思いますけど、まあひとまずいろんな SNS を試す、はい。おっと、ちょっとユーストリームの配信が止まってる可能性が出てまいりました、うん、もうツイキャスでガンガン走りたいと思います。じゃあ録画を一応パソコンの方にするようには、はい、うん、またそう、はい、まあ後日お願いします。もう一回配信します。え、あ、じゃあ、録画をですね、録画をね、はい、じゃあさせていただきます、うん、はい、じゃあですね、ちょっとツイキャスメインでいきます。はい、はい、黒子さんが、盆栽かわいよすと、コケかわいよすと言っております。だけどあれだね、小泉みゆきは才能あるね。そうですね、あの盆栽とか言った時にはこいつ大丈夫かと思ったんですけど、お前大丈夫か小泉みゆきって思ったんですけど、はい、案外いい感じでやってるからさ。あ、そうなんですね。なんかセンスあるよね、お写真撮ったり。ああ、そうですよね、うん、そうそうそう、ねえ、やっぱりさすがだな。うん、俺頭悪いんかと思ってたんですけどね。あの頭いいんですね。なんか散々言われてましたよね。確かに一応そういう、そういう体で、そういう体でいきましょう。小泉美希さんはね、とても素敵な方ですからね。はい、じゃあ素敵な方でございます。本当ですよね、はい。小泉由紀さんはうちの会社に来てくれたことがあるんですよ。マジで何しに、何してんのあんた。しかも GT レースの合間に、もう非常に、はい、お忙しい中お越しいただいて、もうありがとうございました。盆栽をする美由紀ちゃんも見てみたい。あ、見てみたいですね。それツイキャス、うん、そうだ ね、ツイキャスで盆栽をこう、いやいや、ミニ盆栽だからみたいな。こっちの枝があるみたいな。面白いね。面白いですね。はい、あ、クリコマさん、ニコニコ動画に参入もちょっと考えてます、うん、もう諦めろって言われてますが、ですね、もう遅ればせながらありがとうございます。いろいろもうぐちゃぐちゃになっておりますが、はい、まあそんな感じで、ではですね、はい、その次の話題にちょっと聞かせていただきます。はい、あ、そんな進行があったんですね。進行が一応あるんですよ。はい、チャイナ、クリコマさんが、うん、あのみゆきちゃんに、しかもチャイナドレスで、ね、このサイト感、うん、いいですね。はい、
もう絶対見ますそんなの。はい、ということでですね、うん、もう一つ末広さんがされてる最近されてるもので、はいはい、売り上げを10倍にするセミナー、おこれ動画配信を動画配信されてますよね。なんと無料無料、しかも YouTube にちゃんと録画が残っている、残ってる、これまた後ほどツイートしますが、うんうん、これはこうなんて言うんですかね、どういうあれがあって、これ、ね、これは、はい、いろんなところにセミナーで行くんですけど、はい、2時間ぐらいじゃ分かんないじゃない、はい、でもそういうの嫌でしょ、確かに、はい、だからなんていうの、フォローアップで、はい、うん、フォローアップの、フォローアップのために、ね、その Facebook 上にグループを作ってまして、はい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 、そこでいろんなことは言ってるんですけど、はい、めんどくさいんで動画に上げちゃえっていうで見てくれと喋っちゃえと、うん、なるほどいうことなんですよ。なるほど、じゃああれはもう今後もどん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 増えていく感じなんですかね。そうですね、まだ全然あれ触りの方なんで。そうですよね、今あれはあの非公開のやつでもっと長いのもあったんですけど、ほう、俺も見ねえなって思ったんですよみんな忙しいし、はい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 、なんでまあまあ長くて10分ぐらいでいうのをしようと思って、もう必死で見てですね、うん、あれを使ってメモ取りながら宿題をこう、宿題が出てたんで、うんうん、それも書きながらね、必死で見させてもらってます。宿題とかをもし、はい、ご覧になってやられた方は僕にメンションなりをこうやっていただければ、はい、あ、なるほど、うん、そんなフォローもしてくださる、そうそうそう、あ、こうした方がいいですよとか、なるほど、はい、ちょっとその、URL を流しちゃいますね。何点とかね、10倍セミナー欲しい、なるほど、そういうのも点数もつけていただけると、点数つけないけど惜しいとかまだ分かってねえなとかいうダメ出しも漏れなくくださるということでございます。あ、売上10倍上げるセミナー2日に広島に、広島でも、ほう、ただ人数、値段も高いんで人数集まり次第と、あ、そう、集まんないとやんないかもしれない。なるほど、ちなみにおいくら万円ほど、1万ぐらいじゃないですかね。おお、1万円だって。ただね、今度ユーストリームで、はい、高いやつやります。2万円ぐらいの配信やります。ほうほう。これで、ほら、うっかり100人とか見たら200万じゃん。ですよ。ね。ごちそうさまです。そしたら月に何、1回配信して、なんとか食ってるみたいな。いや、なんとかなんですか、その金額で。それじゃなんとかだな。ああ、大変だ。というのもちょっと考えてます。なるほど、なるほど。ぜひその時は神戸行くんでケーキぐらい奢ってください。めっちゃアップになってるじゃないですか。あ、ウィロウェルさん、どうもこんばんは、のみんです。ありがとうございます。1万円はすごいですね。今回は参加できませんがと人に言ってます。だけど、はい、だから商売やってる人なんで、はい、ね、で二次会だけ出るってのってですよね。ああ、そうですよね、うん、なるほどなるほど。今度ね、だからこれはどっちかっていうと、はい、もともとは東京に、例えば北海道の人が来ると、はい、交通費だけで1万円済まないんですよ。2万円済まないでしょ、はいはいはい、そうですね、っていうコンセプトですから。なるほど、じゃあもう交通費分をそのセミナーにやってくれる。そう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 、もうお家にいながらにして、ね、なるほど、有料のセミナーが見れるということで、はい、豪華ゲスト陣もですね、考えてますので楽しみですね。それはちょっと見ちゃうかもしれないですね。そうそうそう、うっかりね、はい、うっかりね。でその際はペイパルかしこまりました。ペイパル今日発表がなんかありましたね。あったと、はい、ソフトバンクとね、連携して、はい、まあ、今日はちょっとまあそんな話もしつつなんですが、はいはい、もう一つ告知がありまして、うん、はい、末広さんがババーンと6ページにわたって、6ページでしたっけ、僕6ページ6ページにわたって出てらっしゃるムックがあさって発売ということで、おめでとうございますということで、プロモーションのための動画活用術というビデオサロンさんの原稿者の、はい、あのムックが発売になる、うん、これはどういうあれなんですか、内容的には。もう見られました。もともとね、ビデオサロンっていう、はい、雑誌はですね、はい、ビデオの好きな人の本当に本なんですけど、はい、古いんですよ、昔からの、はいはいはい、だからずっと読んでるんですけど、はい、で基本的には民生機とか業務用とか、はい、プロ用機材のいろんなご紹介とか、うんうんうん、いろんな編集の仕方とか、はい、そういう内容なんですけど、はい、ソーシャルとかいう時代になって、このプロモーションのビデオっていうものが一般でも使えますねっていうことで、ちょっと企業側に目線を置いたときにどうやって活用していくかっていう本なんですよ。なるほど。だ、単にユーストリームだ、ツイキャスだってことじゃなくって、はい、どうやって活用してるのってところにフォーカスしているのと、はい、でじゃあやってみたいよねって言ったときに、こんな風にしたらいいですよっていうことまで
書かれてる。そうですよね、うん、なんかちょっと画像が出てましたけど、うん、マイクとの距離とか、うん、そういう技術的なところもありの、うん、中は末広さんがババーンと出つつの、岡山でいうと天満屋の西郷さんとか、あ、そうそうそう、加賀屋の多田さんとか、あ、そうそう、天満屋さんは僕が、あの、もう天満屋さんは取材しないとダメだって言って無理無理お願いしたあの、フェイスブックのね、あの動画の、あの、デパ地下探検、デパ地下探検、この間私、あの、初めて隊長に会いましたよ。はい、もう感動的でしたね。ね、隊長もうね、隊長すごくいい方なんですよ。そう、もう一緒に飲んでてもですね、すごくいい方ですので、分かる、あの人は親父キラーだったんで、ですね、間違いないですね、モテちゃうね。だそうです、隊長。隊長見てくれてるかな。はい、ね、そんな感じで、あの、香川のそれこそ境での商工会とか、でもあれってやっぱり、ね、あの、ご縁岡とか、はい、あの、さえこちゃんが、はい、やっぱソーシャル分かってたり、うんうん、いろいろこうミックスされてのあれかなっていう感じがするのね。あと天満屋さん自体がこのソーシャルの理解があって、はい、はい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 、っていうさ、なんかこういろいろ複合的になってんで、あれなかなかね、デパ地下探検隊ってできないよ。できないです、ね、できないできない。でしかも、はい、あのタイムラインのところもさ、はい、あのみんなが200人いい、200いいね、ありがとう的なやつをわーってやったりとか、あれなかなかね、あのあれはね、あの多分日本でも相当レベル高いと思うんですね。はい、すごいですね。サイコさんもきっと見てるんじゃないですかね、うん、ごめんなさい。それを末広さんがおっしゃられるって相当だと思うんですけど、うん、それはじゃあ西郷さんにもサインもらった方がいいですかね。もらった方がいいと思う。もらった方がいいですか。あの、やっぱりあの彼女がよく分かってる、はあはあはあ、し、それから演劇もされてるんで、はい、あ、表現表現するってことも分かっていて、はい、でしかもそのソーシャルが分かってるっていうことね、なかなか素晴らしいですよね。なるほどなるほど。今後は、まあ、天満屋さんも楽しみなんですけども、はい、ビデオサロンのムックプロモーションのための動画活用術、できればね、ご近くの本屋さんにご注文いただいて。そうですね、はい、はい、岡山ですと宮脇書店とか、そのあたりが、うん、まあ、香川の会社なんですけど、宮脇書店自体は岡山の本社の本屋さんってどこがあるんでしょうね。小さい本屋さんしかないですよね。いいんですよ、小さい本屋さん、小さい本屋さんで注文しましょう。ご近所の本屋さん、はい、本屋さんでお願いします。ただ本屋さん頼むとちょっとレアな本なんで、お届けにはお時間がかかるかもしれませんけどうちの近所で、あの、予約をするとですね、うん、1ヶ月かかるって言われました、うん、はい、だからそこの本屋さんにですね、Amazon で仕入れられますよなるほど、それはありなんでしょうか。いや、だけど儲けがないよね。確かにね、はい、こういうことで冗談ですよはい、広島から美香さんですかね。そうですね、美香さんも乗ってますよね。ねえ、山下美香どうしちゃったんでしょうね。そうですよね。1日1キャストか。俺はあの、家族審の時、1日1面とか言ってたんですけどねやってましたねもうね、もう本当にだって、まだあのお知り合いに、うん、知り合う前ですよ、はいはい、だから、ご縁サミット参院で初めてこう、うんうん、末広部長にお会いするまでは、はい、もう本当にですね、うん、神様のように崇めておりまして、今もですけどマジっすか。本当ですよ。もうあの時お会いできるなんてもう大興奮で、前の日寝れませんでしたからね、僕。あ、はい、本当にね、まさにあの本にもこちらのツイッター部長の恐れ入り子だし、Amazon でも買えますし、お近くの本屋さんでも買えますが、こちらですね。これこの間のあの、はい、NHK でですね、はい、あ、出てましたね、しれっとこうディスプレイで置いといたんで、あのずっと映ってて全国放送にも載ったという、ね、素晴らしい素晴らしい。そう、これにも出てました。まさにこの本の通り、はい、あの、もう手下のようにスーパーに行き、かと聞いて今は違うみたいに聞こえますって書いてあるんですけど、ん、いやいやいや、今もですよ。今もですけど、今はその時よりはもうちょっと親近感がある。あ、親近感ね、そうね、はい、そうね、という相当合ってるからね。そうですね、はい、なんでね、もう本当になんか今感無量的なこのあのミン TV に出演いただいて、うんうん、そんな感じで。そう、佐藤さんは新潟でお会いしましたよ。あ、佐藤さん、もう佐藤さんもこれですか。佐藤さんもこれですね、確かにもうだってここのタイムラインというか、うん、出てる方ってほとんど末広さん会われてるんじゃないですか。メルさんもサイン持たれてるんですよね、うん、サイン本持ってて。あ、池本さんどうもこんばんは、のみんです。はい、池本さんも会われてますよね。いや、フルさんは会ったことないかもしれないですね。で、おとと山さん、親方さんも会ったことない。あ、どうもどうもどうも。すごいですよね。なんかもう日本全国どこ行っても知り合いに当たる感じじゃないですか。
結構いますね、知り合いですよね。本2冊持ってます。はい、あの私1冊ですけど、うん、この中にもちろん入っております、うん、電子書籍で買いました。これうっかり日経 BP での電子書籍になるものがあってですね、はい、この印税の振り込みがなんと12月というね、はい、12月っていうか年1回なんですか、年1回なんですよ。12月で締めて印税が入ってくるんですけど、はい、なるほど。まだあのまだまだ、7ヶ月ぐらいありますんでよろしくお願いしますね、本は本で私はあの古さん実はお会いしています。お、そうなんですか。うん、ほう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 。僕もね、はい、この間なんかあのよう初めましてですよねみたいなこと言ったら、いえいえ、はい、合ってるからみたいななんか言われてもさ、はいはいはい、全員は覚えられないよと。このね、名あのイベント行くでしょ、はい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 、そうすると名刺もらうじゃないですか、はいはいはい、あれが大体このなんかこのぐらいになるわけですよ。はいはいはい、なりますよね。でこれ今お家に段ボールですごいことになってまして、これ捨てられないよねみたいな、はい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 、はい、かといって取り込む感じつなぐ気するキャラで、うん、だけど誰とこう繋がんないしなとかいうの、これなかなかね悩みなんですよ。なるほど。あれもうなんか今後そのさ、あのさすがにですね、うん、末広さんのセミナーを聞きに来られる方なんで、うん、もうフェイスブックでこうガンガン交換するっていうのはどうなんですか。これねなかなか難しいんですよね。あ、5000人の壁がありますもんね。いやいや、5000人はいいんですけど、あのページもあるんでいいんですけど、はいはい、そのよく分かんなかったりするわけですよ。こう向こう、あの、まあ、向こうって大変なんですけど、皆さん僕のものはウォッチングしてるんで分かるんですけど、はいはいはい、ウォッチングしてないんでこの間なんですよとか言われても、いや、そのこの間のそれは何みたいな確かにあります、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 分かります、ね、あの時握手していただいたんですって、あの時ってなんだっけみたいなもう末広様の有名人になれるのもそれはしょうがないことですよね。有名ではないですけどね。有名ですよ。どうですか。はい、意外の方はもうご存知ですよね。あ、もう早速やんちゃさんも部長だと来ております。そごうさんも、僕も実は高松でお会いしてます、懇親会もご一緒させていただいたことがありますと言って、ね、そごうさんとどうです高松のイベントできっと、あ、高松のイベントは、はい、あのいろいろ言ってるんですけど、あの高松のサミットあったでしょ、ご縁、あ、ご縁サミットの方、サミットね、はい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 、あの時は体調不良で声が出ないというそうですイベントなんですよ。ですよですよ。ガラガラの声でしたね、確かに。こんな感じですよ。はいはいはい。あ、ありがとうございます。はい、京さん、末広部長、お久しぶりですと。あ、電波が少なくなっちゃった。はい、ございましてですね、はい、じゃあ。なんだっけ、こんなんでいいの？はい、あの、だからビデオサロンよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、やっぱり、はい、なるべくですね、あの本とか、まあ、いろんなところで買えるんですけど、はい、うん、地元の書店さんとかで、はい、お金を、ね、ぜひ。使っていただきたいなと。大事ですね、それね、本当に大事です。地元の本屋さんなくなるとかなり困りますんで、一つよろしくお願いします、うん、はい、そして、はい、ここに一つメモがあるんですけど、うん、これを聞きたかった、うん、ワノミン TV について一つ、一個でいいんでちょっとアドバイスを何かいただけないかなと思っておりまして、ですね、はい、ワノミン TV っていうのはまあ、はい、ある程度こう続けてたんで、はい、これはこれで一つ置いておいて置いておいて、はい、でここのだから週に水曜日でしょ、第2第4水曜ですね、第2第4、はい、っていうと1ヶ月で見ると2回しかなかったじゃないですね、はい、この間を埋めるようなツイキャスなりいろんなものを組み合わせながら、はい、あのプロモーションするっていうことで、結果としてはワノミン TV のブランド力を上げていくっていうのがおすすめです。この本配信は月2回ですと、はい、2回、うん、はい、ね、でその間はいろんなところからちょっとずつこう配信をしながらこう埋めていって、結果としては月次で比較的流れていて、はい、バノミン TV っていう、なるほど、じゃあもうあれですかね、こう常にあの1日1キャスじゃないですけど、うん、何かしらこう間を埋めるように結構いつ見ても何かやってるなみたいな感覚をこう、うん、出すというか、そういう方がいいような感じですかね。そういうのいいと思います。なるほど、ありがとうございます。であとできれば、はい、その今後ですけど、はい、本配信のところに、はい、キャス部隊がいて、ほうほうほう、ああいうところでキャスしてるやつもこれ繋いであげたり、あ、なるほど、繋げるとめんどくさいんでカメラ自体をこう見せるみたいないうことで、なんちゃって中継という、なるほどなるほど、そういうのをどんどん広げていく感じですかね。まさにみんなの輪を広げる感じでございます。だってさ、フジテレビがさ週1回しか流れてなかったら見ねえもんな。確かにそうですね確かにそうです ね月のうち月2回の2時間しか流れてないって言ったらさ、はい、さ見ないよ。確かに
ずっとやってるからついてるんで、時計代わりみたいになっちゃってるわけですよね。なるほどなるほど。さすがにやんちゃんさん、24時間365日は無理です。寝させてください。いやいや、だから、はい、ここが重要なのは、はい、ここから必ずしも配信しなくていいわけです。あ、もちろんそうですね。そして岡山の風景でもいいわけです。はい、はい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 。で、ひたすら写真だけとか和の海どこだけとか。あ、それでもありですか。でもいいんですよ。なるほど。そういう日もあって。はいはいはい。あ、じゃあちょっといろいろ実験します。うん、はい、ありがとうございます。いやいやいや、もうね、末広さんとお会いすると必ず何かヒントを一つ授けてくださるんで、もう本当にありがたいと思います。もう会いたくてしょうがないみたいな。無料で。無料で、しかも無料ですよ。無料ですよ。ありがとうございます、いつも本当に。もう実はワドミン TV を始めるのも、あのいろんなところ、いろんな番組さんをあの拝見させていただいて、うん、あの勉強させてもらって、これでやろうと思ったんですけど、うん、最後の最後の背中を押してくださったのは末広さんなんです。あ、そうなの。そうなんです。末広さんが、なんでも iPhone で雑貨撮って中継すりゃいいじゃん、それでいいんだよって言われてからするようになったんです。うん、ありがとうございます。そう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 ですよ。ワドミン TV の元祖は。だけどそういうところにのものもあって、はい、こういう月2回はこういうところでお借りしてっていうふうにした方が絶対いいですって。はいはい、なるほど、うん、ありがとうございます。あ、これ背景で黒巻きなんです。黒巻きが本当は今ね、技術的な問題でですね、ツイキャスは抜けてないんですけど、はい、ここにあのロゴが入ってます。ワドミン TV のロゴが入っております。っていうのをちょっと想像しながらご覧いただけると。ツイキャス、ツイキャスの方はここは一応後ろは抜けている体で、ワノミのログがある体で、今僕たち2人はですね、あのあれになってるわけですね、あの電波少年、電波少年的になっております。顔だけがこう浮いてる感じ。緑の T シャツ着ない。そうだ、緑。あ、なんだ俺、緑の着てくれたかったな。うどん県のやつ、うどん県のやつ。そしたらもうここ抜けちゃってる感じ。一回ね、村川さんとやったことがある、うんうん、2人で。それいいな。はい、ぜひ今度来れるときは、じゃあ2人でやりましょう。はい、ということでちょっと時間がそろそろ、来てしまいました。ちょっと今後の末広さんの展開をいろいろちょっと伺おうとも思ってたんですけど、うんうん、今後とりあえず大きな動きというのは何か予定されてることはありますか？今後ですか？はい、今なんかこう人生に迷ってる感じですね。またこうなんかこうこれやるよ。まずはですね、はい、おかみに会う。あ、それ大事ですね、うん、それ大事です。おかみの、はい、旅館に行ってですね、はい、おかみに会う。はい、そして、うん、そしてですね、この、はい、今日来てますあの津山の、はい、ユーストに出ると。あ、じゃあこっち TV。 はい、そんなとこかな。そんなとこですか。とりあえず、とりあえずはそんなところで、うん、で、観音寺のユーストと、うん、あ、もう出ますよ今度。あとなんか立て続けに何個か出られますよね。追岡ランド。あ、そう、追岡ランド。そうですよ、追岡ランド。そう、シモさん。シモさん多分おられるんじゃないですかね、その辺に。マジですか。立ち上がらない、立ち上がらない。はい、追岡ランド、観音寺の紅葉も。もうね、シモさんですよ。シモさんですか。やっぱりシモさんですか。そう。あ、来ました、シモさん。あ、シモさん。あ。いや、じゃあちょっと、どうぞどうぞ、来てください、志保さん。志保さんね、うん、実は、うん、次回のワドミン TV に、あ、そうですね、はい、あ、なんですか、二人に、あ、え、なんと志保さんからザグザグの、ザグザグのウコン Z、 ウコン Z、 こちらです、ウコン Z いただきました。こっち、一応、繋がってるんですよね。いや、わからない、落ちてる感じですね。一応、やっておきます、ウコン Z、 ザグザグの志保さんからいただきました。はい、ウコン Z。 ウコン、あ、そうです、さすがです、さすがですかね。さすが、あ、大丈夫、ついた、はい、ここの広告ボード高いですから。一回番組のシール貼っていただいたことありますけど、ウコン Z、 ウコン Z ということで、オルニチンプラスですよ。これからもし、今日飲まれる場合はこれ飲んでから一つ。これシモさん。お、これシモさんですか。これシモさんですか。これシモさんだそうです。ピースかしら。これシモさんだそうです。この女の子シモさんだそうです。さあ、この横にいるのは誰なんでしょうね。さあ、そんな感じで行きたいと思います。はい、カウンジのユーストと強化ランド、他にユーストの出演とかございますでしょうか。なんか、あ、大阪のですね、ポンタ、ポンタ TV でしょ、TV、 はい、にも出ます。もう続々とです、ね、このね、はい、デンデンタウンっていうね。あ、そうですよ、そうですよ、うん、で彼らは、
あの案外地味ですけど、あの関西ユーストリームサミットを仕切っていただいた方、はいはいはい、で彼らのおかげでこの5円サミットとかにつながるわけですよ。この歴史の第一歩を踏み出した、ところですね。なるほど、でんでんさん。でんでんさん、はい、もうそれも楽しみにしたいと思います。で彼は僕があのたまたまですね大阪に行って、はい、誰か飲みますかっていうツイートした時に、あの時のですか。そう、はい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 、はい、まあ、これちょっと俺が行かないと誰もこんな時間集まんないよねって言って無理無理来てくれた。いや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 、あの時に僕はツイッターを和飲みでしようと決意しました。あ、そう。はい、あら、いっぱい決意ポイントがあるんですけど、うんうん、あの時も一つのファクターですね、重要な。なるほど、はい、であれがあって、その後あの関西ツイッターサミットってやつをやるんです。なるほど。あの時僕はあのツイッターで絡んでますよ、行きたいなとか羨ましいお人とか。すごかったですから人が。それでもう見えない、みんな立ち見になっちゃって、これで演者も椅子の上に立つというね。なんかのすごかった、ものすごかったですね。すごいですよね。そうそう、その大阪で今ここで梅田かなんかに いらっしゃるんで、うんうん、あの誰か飲みませんかの時に、うん、多分昔使ってた個人アカウントで絡んでます。本当。おそらく。行きたいな的なこと言ってます。懐かしいですね。懐かしい。はい、ということで、じゃあ続々といろんなユースト番組に出られるのと、はい、美春閣に泊まられると、泊まりたいと、はい、ということでございます。本当に今日はありがとうございました。終わりなの？そろそろ、1時間半が経とうとしております。はい、はい、最後これ何時で終わるの？一応ですね、9時半があの定時なんですけど、定時なんですけど、対談2時間やってます。電気をずっといるよ。じゃあちょっといいな。宣伝があるね。いや、あの宣伝が。あ、いや、俺島さんと。いや、よかったらいてください。質問とかが来るかもしれないんで、ぜひちょっと。うわ、ええー、残念と書いてある。ですよね。うん、ぜひ行ってください。うちと島さんと話して。後ほどゆっくりと。さあ、一応今後の予定、私の今後の予定を、申し上げますと、5月15日は強からの末広さんが、来られるんですけど、私今回 MC お休みで、多田さんがバーのマスターになる。うんうん、いうようなね、なんかよくわかんないんで呼ばれてんだけどさ、はい、あれは何、バーで飲む体で下さんを語るっていう、なんかね、あれみたいですよ、うん、あの末広さんがこう、うん、水曜家の女性陣のお悩み解決をしていくみたいな、うん、あ、もうなんかさ、そういうきわものの企画ばっかり呼ばれてんだからな。最後に水曜家出たのはだってさ、あのフィーリングカップですよね。なんだよフィーリングカップって。しかも、末広さんだけカップルになれたという。そう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 。あれは大丈夫だったんですか？いや、大丈夫ですけど、大丈夫なんだけど、あの時やっぱちょっと企業アカウントをしようって、今だったらもう大変ですよ。はい、あのいくらでもいけちゃうんですけど。なるほど、なるほど。あの当時は一応言ってもあの企業アカウントをしようってたんで。そうですね、丸亀製麺だったんで。はい、なるほど、今回は女性のお悩み相談に答えていただくというような段取りになっているかと思います。ぜひ皆様お楽しみにしていただきたいと思います。私も、多分いけると思うんですけど、ちょっとそのあたり今グレーな感じです。で、5月の13日は町内の溝掃除行ってきますということで、ひとまず今決まっているのはそれあそのくらいということで、またいろいろ決まりましたら Twitter、Facebook でお知らせしたいと思います。ということで、恒例の質問コーナーに移りたいと思います。皆様ですね、ガンガンと末広さんに聞きたいこと、はい、私に聞きたいことをですね、ツイートいただきたいと思います。その間にですね、非常に申し訳ないんですが、ちょっとツイートをガンガンとさせていただきたいと思います。ほうさあ、末広部長の売上10倍セミナーもう一回ツイートしておきます。はい、おっと、結局ユーストはダメでしたね。最終的には落ちてしまいました。あ、ユースト？はい。まあそんなもんで。まあネットサービスですからね。無料ですから。無料ですから。そして5月の15は追加ランド。そしてあれ14日？15ですね。それ俺が来るやつ？はい、15です。はいはいはい。です。5月？はい。大丈夫ですか？ああ、そう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 。大丈夫ですか？そうそうそう。はい。あ、そうそうそう。はい。そして5月13日は町内の溝掃除に参加します。その後、はい、その後、あれ？そうで、はい、大丈夫ですか？あれあれ、観音寺いつ行くんだ俺。観音寺、ちょっと待ってくださいね。観音寺ですね。イベント、イベント、さあ、普通に Facebook でイベント確認しちゃいます。こよいもってやつはさ、はい、あれって水曜日じゃなかった？観音寺か、未定にしてたような。もっと見る、ん？
来てないですね。いや。どれでしょう。今宵も来てないですね。あ、これですか。それ。5月の16です。16ですね。翌日だよね。翌日です。そう。はい。うん、よかった。大丈夫です。確かこれが終わってそのまま岡山に泊まって、はい、香川に移ってと思ってたね。あ、なるほど。そんな段取りでございます皆様。うん、末広さんに会いたい方はですね、5月の15日水曜カランドにお越しいただきます。で16に観音寺行って、17はそのまま観音寺で10倍セミナーの、見たい人は映像的な感じで。なるほど、観音寺でもされてますもんね。はい、そうでした。さあ、そして、次回ワノミン TV はですね、5月の23日はですね、ゲストは倉敷の木工作家さんがお越しいただきまして、もちろん、イズミンのレギュラーコーナーもあります。そして下さんも出ていただけるということでございます。そういうの呼ばれてない。いや、お呼びしたじゃないですか。それはお呼びしましたよ。なるほど。さあ、ちょっと待ってください。よいしょ。さて、さあ、そんな感じでございまして、これはい、パイストン、はい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 、にサプライズで行って脅かそうと思ったらさ、はいはいはい、場所間違えちゃって、倉敷の美形地区、はい、美観地区、はい、に行って一生懸命探してやっと見つけて行ったら、あ、ここじゃないんですよって言われてさ。そうですね。よかったら今度ご案内いたします。じゃあここから移動して行こうと思ったら、ここからバスでちょっとかかりますよって言われて、はい、断念したんですけどね。ですね、あそこは車で行かないとちょっと厳しいかもしれないですね。そうなんですよ。本店、あれですよね、ウッチーに会いですよね。そう、ウッチーに会いですよね。ウッチー。ウッチー見てくださってますでしょうか。さあ、いろいろツイート来ておりますので、うん、ちょっと読み上げていきます。ちょっと待ってくださいね。すごい来ております。部長だ。私はワノミンとはお会いしてないですね。そうですね、ひとみさん。ぜひまたちょっと機会がありましたら。黒子さん、パイは売りませんよ。そして、これは読みましたね。24時間ワノミン TV したいんですけど、ちょっといろいろクリアすることがありますので、これは必ず実現させます。24時間 TV。やります。ワノミンラジオ。うん。ワノミンラジオ。ラジオ、そうですね。ラジオでもいいわけですね。音声だけで。あとね、オーディオブーっていうサービスがあるんですけど、これ3分間だけ録音できるんですよ。ほう。オーディオブー。はい。これも僕よくやりますよ。ほうほう。で、大体女の子と、はい。こう。ここですね、これですね。オーディオブー。はい。で、このアイコンをですね、録音して、はい。要するにラジオっぽくできるわけ。ほうほうほう、3分ラジオみたいな。なるほど。そういう音声 SNS も最近ね、いろいろ立ち上がってますよね。うん。確か、広島のマツコさんのところの会社も最近。ほら、佐藤さん、オーディオブー使ってますよ。おー、使われてるんですね。面白いんだよ。ほう。こう。5、4、3、2、1、ピッてきて、ダガーみたいな感じ。3分カウントしながら。そうです。へぇ、ちょっとそれやってみます。ぜひ。それはそのまま、はい、Facebook とかにも共有できるので。なるほど。ポッドキャストの簡単版だと思ってください。なるほど。3分ラジオ、ちょっと面白いですね。部長、キャスはいつも女性と飲んでいる映像しかないんですか？フルさん、結構見てますね。うん、はい。そういうのをね、SEO っていう。出ました。SNS の SEO。SEO 対象。はい。美女との写真。マツコさん、お呼びでしょうかと。お呼びでしょうか。確かマツコさんのところの会社でされてましたよね。音声のこういうオーディオブーみたいな。うん。音声 SNS っていうんですかね。ほら。確か。やられてたんです。ダウンロードした。マツコさん、広島でお会いしましたよ、私。あ、そうなんですね。セミナー来ていただいて。ほう。で、そのゆっくり話そうと思ったら、もうさささささっといなかった。そうなんですね。マツコさん、ぜひ。いいことだもんね。音声先生の絶種。はい。ぜひこちらの方。だってさ、はい、マツコさんのところは、はい、僕は前職のところは突然キャスして訪問したことあります。はい、ですよね、うん。それ見ました見ました。僕もあそこでマツコの部屋に出させてもらったんです。あ、またなんかあれだね、マツコの部屋やってほしいね。ですよね。うん、です。なんかこの間突発的にいきなりやられてましたけど。なるほど。リアルマツコの部屋。マツコの言霊みたいなのどうですか。あ、なるほど。
ごめんなさい、今度の懇親会には行きたいです。大丈夫ですよ、マツコさん来てます。再来週ビミュー出演、あ、そうですね、ビミューでやられるんですね、はい、今日はサメ T シャツですね、はい、スミクロでお送りしておりますけど部長しもさんにガタ、しもさん声のみ、しもさんだ、13日はユースト兄貴のバー配信ですよということで、うん、残念、定時なんて合ってないもの、今日のアシスタント豪華だな、アシスタント、アシスタント、アシスタントなんですか、はい、定時は夜方越えなんですよね、しません、朝までやりません、ありましたね、その企画、24時間ですね、はい、質問、元店長の今後の野望、私の今後の野望ですか、とりあえずいっぱいユーストやります、うん、はい、スケジュール確認してます。ていうかさ、会社で何してんの、はい会社でですね、今あの会社行ってんの、行ってます、ね、会社で今してることといえばですね、うん、あの以前やってた雑貨屋 の、 あの後処理といいますか、うんうんうん、と今後の、まあ、何しようかなってい う、 こう企画書を書いたり、なる、あと機材を、マツコの言葉もやりましょう、いいね、お、やりましょう、来ましたね、ね、いますね、ましたやります、手伝います、はい、だってこれいいじゃない、マツコの言葉、うん、あ、じゃあ手伝います、機材持ってきます、あんたたちさあれなんだよねみたいな、ここマツコのマツコが違うってツッコミようがねえっす24時間ワノミン TV に湧くてこ湧くてか、はい、マツコの言葉やりましょうあ、スイナマさんがマツコって言ってます、うん、マツコじゃあマツコの言葉もですね、楽しみにしたいと思います。あ、そう、はい、俺あのスイナマも出たい、あ、私も出たいんですよ、スイナマ、うん、もうついなまなし入り子だしっつってよ何でもありですね何でもありです。そうです、もう少ししたらここにあのついなまのステッカー貼ってアピールしようかな。僕はあのついなま T シャツ持ってますから。おっ、羨ましすぎる、はい、なんとあの高松 の、 あの、はい、サミットの時は、はい、ついなまの T シャツ、そうだったんですね。そうです、なるほど、いろんなところでいろんな T シャツ持って、そしてそのね、あの、はい、他の T シャツを着てるから、はい、グリーンのやついただいたりとか、なるほど、それからもちろんこの岡山の今日はですね、はいはいはい、あの次回があるんであのオレンジ着てきてませんけど、はい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 、次回は、なるほど、じゃあ次期ワノミン T、あのワノミン T シャツ作りましたらよろしくお願いします、お願いします、着てください、ぜひ、はい、ついなま来てくれたらいいのになぁと、ついなまみんなで行きましょう、ぜひ行きたいですね、近いじゃん、ね、岡山と、そうなんですよ、いきなり行っちゃっていいんですかね、バルコムスタジオね、僕はね、バルコムスタジオの前まで行きました。あ、そうなんです、はい、前まで行って、前まで、いや、前まで昼間、あの、はいはいはい、誰もやってない時にこう行きました、はいはい、なんかね、バルコムスタジオはここの、パシッとこのニューストブースがあるじゃないですか、うんうん、ここを運営している会社のグループ会社さんが運営してるみたいです、バルコムスタジオ、ほう、なので、お願いします、繋げてくださいキョトンとされてます、いや、だって、あの、ついなまさんに言えばいいじゃないですか、そうですね、出させてください、お願いします、また、あの、ツイートしますということでございまして、一文字さんがてんてこまいになるかなと、次生の、ね、MC さんでございますが、ね、一文字さんの生の顔が見れると見たいですね、あのいい声の、だってあれですからね、広島の人にしてみたらもう伝説の人ですから、はい、そうなんですね、そうですよ、ちっちゃい頃から聞いてる声ですから、で一切顔が見えてないっていう、ほうほうほう、それは僕らみたいなあの県外のやつが来てですね、はい、あら、もうちょっとどうぞ、つるっと見ちゃうと、そうです、そうです、なるほど、なるほど、楽しみにしたいと思います、はい、はい、ワノミン TV 全国行脚希望、あ、してみたい、それしてみたいですね、ちょっとしてみたいです、してみたいですけど、まだやりましょうとは言えません、はい、北は北極から南は南極まで、難しいです、それは違う、違う、はいはい、ワノミン TV 自体が行かない、ほうほう、特派員を呼べばいい、あ、なるほど、じゃあ、ね、佐藤さん、やんちゃさん、お願いします、じゃあ今日はあの新潟の佐藤さん呼んでみます、みんなプル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 、出ねえしみたいな、タイプだ、なるほどなるほど、出ねえしとか言う絶対そういう言葉が欲しいんですよなるほど、いなそうな人にかけていくと突然かけちゃう、突然こんばんはとか言ってワノミン TV やってるんですけど、うん、出ねえし面白いですね、いいでしょ、いいですね、で今日は、新潟からお届けする予定でした、以上、みたいないいですね、やりましょう佐藤さん、ちょっとまた声かけます、ちなみにね、ジープラのハングアウトだと、はい、あの iPhone から撮れるんですよ、あ、そうなんですか、そう、僕あの KT ホームズって最初の半年ぐらいは全て iPhone でやってました、出先から、へえ、今日は KT ホームズ渡美から参加してますから、ね、いや、ほんとほんと、いいっすね、これは面白いですよ、なるほど、なんかもういっぱいですね、こういうこう面白いネタをたくさんお持ちの末広さんですので、ぜひ皆さん、あの Facebook ページのツイッター部長の恐れリコダシとかね、そのあたり
ぜひ絡んでいただいてですね、この杉浦さんの面白さとこの凄さ、凄まじさ、ぜひ体感していただきたいと思います。というわけで、1時間45分をお送りしてきましたワノミン TV でございますが、はい、今日はユーストリームがちょっとね、うん、サーバーが落ちてたということでいろいろ不具合で、ご迷惑をおかけしましたが、次回ワノミン TV は5月の23日でございます。ゲストは倉敷の木工作家さん、そして、イズミンのマンスリーレギュラーコーナー、そして下さんも登場ということで、ぜひですね、5月の23日、20時からまたお会いしたいと思います。ちなみにゲストに来てほしい方とか、ゲストに来たい方、大募集しております。そして、ワノミン TV をしてほしいお店さん、してほしい会社さん、伺いたいと思いますので、ぜひお声掛けしていただきたいと思います。ということで、いかがでしたか、ワノミン TV。お越しいただきまして、あ、どうもです。ワノミン TV、はい、いかがでしたか。実際出られて、いや、おかみが来るって言ってきたからまたまた、じゃあぜひあの第4水曜日にもう一度リベンジということで、お越しいただければと思います。よろしくお願いします。今日のゲストは末広武将でございました。本当にありがとうございました。ということで最後、ウコンゼットということで最後までウコンゼットゴン Z。 あと、俺どうやるんだろう、 Z って。 Z こっちかな、それとも違うのかな、まあいいや。はい、ということでございまして、最後までご覧くださいました皆様、本当にありがとうございました。ユーストとかね、こう不安定な中、最後までツイキャスとかで、また末広さんのツイキャスでご覧いただきました皆様、本当にありがとうございました今ユーストの方ではですね、もうウコン Z ドアップなんですけど、これ多分録画されてないんじゃないかと思うわけでございますが、また5月23日20時から、もう一回いきます、また5月23日20時からお会いしたいと思います。今日のゲストは末広武将でした。どうもありがとうございました。皆さんさようなら、さようなら、さようなら、さようなら。はい、そういうわけでございましてですね、いかがでしたでしょうか、再放送、ワノミン TV 第30回恐れ入り子だしということで、末広部長さんが、ゲストの回を、再放送いたしました。ユーストリームの、ね、サーバーが、ダウンしてたということでございまして、改めての配信という形でございました。そうですね、カズオさんが、スカイプ中継とかやったら面白いのに、面白いよねとかね、言ってくれてますが、次回はそうですね、6月13日第2水曜日に、お送りしたいと思います。ゲストはですね、現在調整中ですが、おそらく、コーヒーに関係のある方が、お越しいただけるんじゃないかなと思っております。一つ6月13日からの、6月13日20時からのですね、ワノミン TV もぜひ、楽しみにご覧いただきたいと思います。また6月の12日にはですね、水曜グランドの方も、控えております。こちらの方も、今回も、末広部長さんがゲストということでございまして、私はスイッチャーとして参加する予定でございます。ぜひですね、こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それでは、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。皆様良い週末を。さようなら。